はい、皆さんこんにちは、中本白秋です。今回は書道入門第2回目、書道で最も大切な運筆、筆の運び方について解説します。書道は、運筆と用筆法によって実施されますけど、運筆法は用筆法よりも大切と言われています。今日はしっかりこの運筆について皆さんも一緒に勉強してみてください。筆の持ち方は以前ご紹介しておりますけども、たまたま富士のですね、4月号に、運筆について4月号の21ページに運筆について解説が出ております。筆の持ち方を富士ではですね、開腕法、こう持って、この開腕法で、こういう開腕法でですね、説明されておりますけど、私たち日頃、走行法、親指、人差し指、中指、そして薬指で支えて、こういう走行法で持ちますので、走行法で運筆をやっていきます。まず構えはですね、お腹の前、握り拳一つ分ぐらい開けていただいて、このように構えていただきます。そして、この筆管と口元、約10センチ、約こう10センチぐらい開けるんですね。そして、こう構えていただき、横隔はですね、体をこう左に傾けて、そのまま顔と筆管一緒にこういうふうに吹きます。こういう感じですね。こういう感じです。縦角は体をうんと前のめりにして、そして体を起こすようにこう引きます。太い線がこうに引きますね。横隔はもう一度いきます。体を左に傾けて、そして腰から上でこう引きます。こうして腰から上でこう引きますね。左手は髪を支えて押さえておいて、腰から上でこう引きます。こうですね。腰が腰痛等で腰が痛いと字書けないですね。私も以前そういう経験がありますけど、無意識に上半身を動かしている証ですね。こうして、こう、こういう感じですね。極端に申し上げれば、口で筆を加えて、これ体を動かさないと書けないですね。これ止めてては線引けないですね。ですからそういうイメージで、あるいは額にくっつけておいて線を引きます。こう額にくっつけて、腰から上になると線引けないですね。そういうイメージですね。こう10センチは維持して、そしてこういう感じですね。こういう感じです。こういう感じですね。このようにして筆を運びましょう。第1回目に13と書きましたけど、今の運筆を使いながら13と書いてますね。今の運筆を使いながら13を書いてますね。前回もそのようにして記号したんですが、皆様は文字の方に、その時は線の方に、文字の方に意識がいかれてたと思いますけど、10、1をですね、こう。こうして書きます。以上、今回はですね、この運筆について解説しました。運筆、筆と筆管と顔の位置が大体一定ぐらいで、
腰から上、上半身で線を引くことですね。上半身。斜めの線をこうですね。こう。これを意識して、まず最初はですね、横線、縦線を何回も何回も練習して、この上半身、上半身とともに筆を動かす。口と顔の位置はいつも一定。こうですね。縦角もこう。左払いもこう。右払いもこうなんですね。こういう練習を、こういう練習をしましょう。悪い例はですね、体を静止して、こういうかかとはいけません。こういうかかと。こう、こういうかかとはいけません。教室で何度注意しても、このようにして書いている方を見受けられます。顔と肩をきちっと固定して、この小手先だけでこう、こうではなくて、体をこうして、腰から上の上半身、上半身とか意識はいつも筆と顔が一定の距離を意識する。筆と顔が一緒に動くってイメージですね。こう、こういう運筆を意識して、これからは字を書くようにしましょう。以上、これで第2回目運筆についての解説をいたしました。これで終わります。皆さん、ぜひ頑張ってみてください。